ポルトド・ショワジー駅は、フランス・パリの13区にある、メトロ7号線の駅。駅入口1930年3月7日、現在のメトロ7号線の一部にあたる、メトロ10号線がプラスディタリー駅から延伸された際、その延伸区間の終端駅として開設された。1931年4月26日、プラスモンジュ駅ポルトド・ショワジー駅間が7号線に、 移管されるのに伴い7号線の駅となり、現在に至る。駅名は19世紀中頃に、パリを囲むように建設された、ティエールの城壁のモンポルトドショアジーにちなむ。駅自体はポルトディタリーの付近を通る、マッセナ大通りの地下に位置する。相対式ホーム2面2線の構造を持つ。出入り口は、複数あり、階段のみ設置されている出入り口は、 当駅に乗り入れるパリトラムの 3R 号線ホームへのものが2カ所、マッセナ大通り124番地へのものが1カ所ある。さらにメリーディブリー駅方面には、これもトラムのホームへ続く出入り口でエスカレーターを備えた出入り口が設けられている。2011年の年間乗車人員は311万6890人。2012年は309万7035人。 2013年の年間乗車人員は3 8万5089人で、これはパリメトロで170番目の多さである。パリ交通公団の路線バス183系統が運行されており、夜間にはノクティリアンのシニアバス N31 系統の運行も設定されている。2020年にトラム9号線が開通し、現在の路線バス183系統を置き換える。 予定である、ありがとうございます。